ロシアのウクライナ侵攻で、世界からロシアと中国が孤立しようとしている中、南シナ海人工島での軍事演習を頻繁に行うようになっている中国です。今回は中国の南シナ海での軍事演習を詳しく見ていきます。すでに東南アジアの友好国からもさすがに距離を置かれようとしている中、新型ウイルスにより中国の首都がロックダウン中です。今時ロックダウンするとは恐ろしい国です。2022年3月4日、中国の外事局は、同国軍が南シナ海において4日から15日までの日程で軍事演習が行われるとして、中国南部の海南島の南方海上から、ベトナムの排他的経済水域、EEZ を含む海域を航行禁止区域に指定したことを発表した。この演習の規模や内容についての詳細は伝わっていないが、中国では3月5日から11日まで全国人民代表大会、全人代が開催されていて、国防について人民解放軍の軍事訓練をさらに進化させ、中国国家の主権、安全、発展の利益を守り抜くと表明しており、それを具現化するための演習とみられている。しかしながら、この演習において、船舶の航行禁止区域に指定された海域は、中国海軍の基地がある海南島山野とベトナムの府への中間あたりに位置しており、ベトナムの EEZ が含まれていることから、ベトナムは強く反発していて、ベトナムの権利を侵害することは許されず、地域の情勢を複雑にするかのような行動を自粛せよと中国に求めている。この報道を受けた日本のインターネット上では、現在北京で開催されている全人代が11日に、冬季パラリンピックが13日に閉会することから、演習期間を15日に設定しているのは、ロシアがウクライナ侵略を北京オリンピック閉会に合わせたことになぞらえて、全人代を終えて、パラリンピック閉会と同時に、そのまま台湾に侵攻するのではないか？との見方が次第に増えている。ロシアがウクライナに侵攻する際にも、直前に、ベラルーシ国内で、同国軍との共同演習が行われていて、参加したロシア軍が、そのまま、ベラルーシから、ウクライナ領内になだれ込んだことから、南シナ海に集結した中国軍が、そのまま、南方から、台湾に向けて進軍する可能性は否定できない。演習の内容や規模にもよるが、揚陸艦が多数含まれているようであれば、その確率は、かなり高まることになり、岸田政権が、演習だから大丈夫と、こうをくくっていると、不意打ちを食らう形になるとの懸念が広がっていて、中国軍の演習の内容と、その参加部隊の規模についての情報収集を急ぐべきとの声が高まっている。ロシアのウクライナ侵攻前は、ロシア軍の動きに呼応して、中国軍が台湾に押し寄せて、アメリカ軍に、二正面作戦を強いるのではないかと見られていたが、おそらくは、プーチンが、パラリンピック閉会まで待ちきれず、侵攻を開始したのではないかと想定され、実際に、ウクライナ領内に侵攻したロシア軍が、雪解けでぬかるんだ道に、動きを阻まれているとの情報もあり、プーチン大統領やロシア軍幹部は、季節的に、今が限界と判断したと見られている。中国にとっては、北京パラリンピックにおいて、ロシアとベラルーシの参加が認められないなど、開催国として泥を塗られた格好になってしまった上に、アメリカが介入しなかったことは大きな誤算と思われるのであるが、NATO 加盟国でないウクライナに兵器や物資の援助はするものの、アメリカが直接介入せず経済制裁だけで済まそうとしているのは、逆に中国にとっては朗報であったかもしれないとの見方もある。
中国は、ウクライナ侵略が始まってから一貫して、台湾とウクライナは違うと主張。台湾は中国の領土の一部であり、台湾問題は内政問題であるとしており、アメリカが台湾を支援すると明言しているアメリカを牽制している。NATO 加盟国ではないとはいえ、加盟を希望し、助けを求めてきたウクライナを見殺しにする形になっているアメリカの威厳は、もはや地に落ちていると言っても過言ではない。NATO 軍が加盟国以外の国に介入しないことは仕方がないとして、ウクライナの要請を受けて、世界の警察官を辞任するアメリカが、単独で介入することは不可能ではなかったであろう。しかし、アメリカのバイデン大統領は、早々とウクライナには介入しないと宣言してしまい、そのことで、プーチン大統領がウクライナ侵攻を決断したと見る向きが多く、さらに、プーチン大統領によって、先に核兵器使用をほのめかされて、イニシアティブを取られ、身動きが取れなくなるという失態を犯している。このバイデン大統領の弱気とも取れる言動について、同盟諸国内では不安視する声が高まっていて、日本においても、トランプ前大統領であれば、もう少し、プーチン大統領に対抗できたのではないか？との意見や、バイデン大統領はいざとなれば台湾だけでなく日本をも見捨てるのではないかと懸念する声もあり、日本はもはや独自での国防を検討する段階に達しているとして、憲法9条の改正によって自衛隊の存在を明記した上で国防軍とし、ロシア、中国、北朝鮮の核兵器に対抗すべく核兵器の保有を急ぐべきとする意見も出始めているのである。また、台湾においては、明日は我が身とばかりに緊張が高まっていて、台湾当局が中国軍による侵攻を想定し、国軍への訓練体制を強化して、戦力を高める動きが見られ、陸、海、空三軍は、3月に入ってから、金門島や東砂諸島などで、軍事訓練を実施している。台湾の自由新報の報道によると、この演習は、台湾海軍と空軍の共同演習で、7日から16日までの期間、台湾東部及び南部の海空域で実施し、空軍の航空機による高度 50m 以下で飛行する飛行訓練や海軍艦艇との連携の確認などを行うとされている。また、陸軍においては、3月中に、新竹市周辺、中国本土に近い離島の金門島、澎湖、東砂諸島などで、下方射撃などの訓練を実施するとしている。台湾国防部は、2021年12月30日に、前加美防衛動員署を設立し、有事の際に動員するとしている予備役の強化を図ることが決まっていたが、戦力として強化するための具体策として、その訓練期間を、これまでの7日間から14日間に延長した。延長の決定は、昨年末に決められたものであったが、期間延長の最初の召集日が、ウクライナ侵略開始後の3月5日であったため、ロシア軍の動きを知っていたのではないか？と台湾メディアに大きく取り上げられている。この予備役強化を報じるテレビのニュースでは、召集のため家族と別れた30代の男性を紹介し、自分の故郷を自分で守らなければならないと語る男性の言葉を伝えている。台湾は、これまで中国軍が攻め寄せて、有事発生の際のアメリカ軍支援を期待していたが、ウクライナ侵攻の際にアメリカ軍が介入しなかったことを踏まえて、蔡英文政権では、自らの国を自衛する決意と、そのための能力を持つことが大事と強調するようになっている。こうした台湾国内の空気の中、野党、時代力量の複数の立法委員、国会議員が、3月7日に記者会見を開き、2018年に、
事実上廃止となっている徴兵制を復活するよう呼びかけるなど、中国の侵攻に対する危機感が日増しに大きくなりつつある。